このゲームはフィクションです。実在の人物や団体とは関係ありません。はい、こんにちは、じゅんじゅんです。ヒアンです。今日やっていくゲームは、タヌキの家っていうゲームなんですけれども、このタイトルからどんな内容が思いつきますか？なんか、探検してるけど化かされるとか、化かされていろんなハプニングに遭うみたいな、怖くない青鬼みたいなの私は想像する。なんとなくそんなイメージだね。とりあえずあらすじ読んでいきましょう。あらすじ。はい。タヌキの家。マイホームの購入に中古物件を訪れた家族。父はある真実と向き合う。あらすじ。2番目の子を授かり、新居、マイホームを購入するため中古物件に訪れた家族。不動産に案内された家に入ると入り口が閉ざされる。マンションよりも広い2階建ての一軒家に子供ははしゃいでいるが、てん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 。エンディング数3つ？うん、エンディング数3つだから、まあサクッとやれるんじゃないかなと思うけれども、やっぱりちょっとホラー系っぽい感じがするね。よし、じゃあとりあえずやっていきましょう。はじめから。3。もうすぐ着きますよ。不動産屋さんか。私たちはある不動産屋が運転する車に乗っている。2人目の子供を授かり、マイホームの物件を探しているのだ。なんか子供の顔怖くない？ねえ、妖怪人間みたい。こいつ化けてんじゃん。もうタヌキが、すでにタヌキが化けてるかな。土地と古い家がセットで、とても安い物件があり、見学に行くことにした。なんかすごい田舎っぽいよね。中古物件の購入ってわけね。ちょっと怖いな。家は古くてもリフォームすれば住めるだろう。確かにね、リフォーム費を含めてもそっちの方が安いかもしれない。あとあと結局金がかかるんじゃないの、車と一緒で。そういうの なんとなくそんな気もする。期待とともに案内された家に着く。あら、タヌキ。車を降りて近づいてみると、家は確かに古い。古いんですよ。でも土地も含めてお安いですからね。ちゃんとシロアリとかさ、やったかどうかでかなりあれだよね、こういうの。そうね。不動産屋がニコニコと答える。さあどうぞ。案内された玄関の前の庭にはタヌキの置物が置いてあった。これ怪しいね、このタヌキ。不動産屋が玄関を開け、先に入るように促された。なんか怖いね、なんかちょっと怖い雰囲気。やっぱ中古の家ってちょっと怖いよね。まあ綺麗にはしてあるだろうけどね、見せるようにしてあるんだから。家族は足を踏み入れる。ひんやりとした空気が漂う。玄関は家族が3人立っても十分に広い。結構広い家なんだ。やーい、お前んちお化け屋敷とか言われそう。住んだらトトロかな。突然玄関が閉められた。ええ？え？閉じ込められるってこと？閉じ込められてんだ。え？すいません。怖っ。慌てて玄関を開けようとしたが開かない。いや、もう無理。逃げた。無理、もう怖すぎるわ。まさか閉じ込められたのでは。ちょっとどういうことですか？大声を出してみたが返事がない。なんで内側から開かないの？どうなってるんだ。慌てて携帯電話を取り出して不動産屋に電話をかける。はい、滝井不動産です。すいません、お宅の従業員に案内されて家を見に来たんですが、玄関を閉めてどこかに行ってしまったんですが。え、はい、申し訳ありません。何という従業員でしょうか？お客様のいらっしゃる建物も教えていただけますか？そんな従業員いないってパターンじゃないのこれ。ニセナリーと言ったか。いる場所は〇〇村の古民家です。そいつ偽物なんじゃない？絶対偽物じゃん。偽物で成り済ましてんじゃない？うん、偽なり申し訳ありませんが、そのような名前のものはおりません。え、10時に見学を予約した竹下ですが。竹下様ですね。申し訳ありませんが、予約の記録がありません。ふざけるな。こっちは案内されてここにいるんだ。申し訳ありません。すぐにその古民家までお迎えに上がります。いや、不動産にさ連絡つくんだったら警察にも連絡しないと。でもこの住所が本当に存在するのかな。すぐに不動産の店員が謝罪をして迎えに来てくれることになった。1時間ほどかかりますのでお待ちください。怖い。電話を切った。1時間か。パパどうしたの？大丈夫だ。不動産屋が迎えに来てくれるそうだ。そうなんだ。ねえ、探検していい？バカだれ、ここに座っとけ。じっとしてろ。
あ、走らないようにな。はい。てか窓とかからさ、開ければよくないか。玄関だったらさ、普通に鍵開けて出ればいいんじゃないの。子供は靴を脱いで玄関の段を上がる。うわー、ほこりっぽい。子供は広い玄関と廊下にはしゃいでいるようだ。大丈夫か。ええ。妊娠中の妻は穏やかにしている。ここは寒い。座敷に上がって座って待とう。ええ。それぞれ靴を脱いで段を上がった。ひやり。玄関の方から風が吹いてきた気がする。あ、なんか来た。変な奴が出てきて、ティアンは逃げました。気にせず読みます。振り向くと黒い女が立っている。なんだなんだ。わあ、あんた誰だ。どうしたの。ここに人が。誰もいないよ。妻と子供には見えていないらしい。この家の持ち主は誰。黒い女が話しかけてきた。家の持ち主？不動産屋だろう。不動産？違う。住んでいる持ち主は誰？お前たちか。違う違う。まだ買ってない。誰も住んでいないぞ、ここは。住んでいる。住んでいるよ。タヌキが？ってことなのかな？黒い女は消えていった。ねえ、あなたこそ大丈夫？部屋に上がりましょう。ああ、今のは気のせいなのか。1時間待てば不動産屋が迎えに来る。落ち着こう。廊下を進んで今に着く。てかこれ警察に行った方が来てくれそうなのにね。畳だ。ほこりっぽいがここで座って待とう。あっち見てきたい。こいつ怖いぞ、目が。ねえ、怖いよね。目がさ、入れ替わってんじゃない。目が猫汁みたいになってるじゃん。ああ。わかった。パパと一緒に行こう。それか血を乳かな。ああ。私は待っているわね。あ、すまんな。妻を部屋に残し、子供と家の中を探検に出た。どこを見てこようか。どこも行きたくない。選択肢が出ましたね。とりあえず水場には近づきたくないね。なんとなく、うん、階段上がっちゃう。うん、どこかよくわかんないから土間にでも行ってみるか。クリックで探索。あ、これ探索できるやつなんだ。今ここの壺が触れたぞ。壺触ってみようか。大きな水がめがある。あ、ただこれだけ。なんかお札みたいなのがあるよ。大きな水がめに紙切れがついている。ついてるだけ。さらには見れないか。他に障子。障子窓だ。ただそれだけか。他触れそうなところないよね。戻ろう。次は階段かな。わあ、家の中に階段がある。すごい。階段のある家だ。この家には古い部分と少し新しく作られた部分があるらしい。増築してるってこと。増築されたんだね。2階は増築されたところだな。2階建て、条件としてはいいんだがな。登ってみるか。階段の上、2階には和室が1部屋ある。わーい。ねえ、この家に住んだら僕の部屋一つもらえる？こちらは2階の廊下だ。廊下行けないんだ。じゃあこっちか。襖だ。開けてみよう。広いなあ。かくれんぼできるね。そうか。台所にでも行くか。古いがしっかりしているな。不動産屋の対応ですっかり買う気は失せたがな。マンションのキッチンと違うね。リビングとつながってない。そうだな。ご飯は運んで食べないといけないかもな。対面だったのかな。お手伝いするよ。ね、広いお家住みたいな。子供が喜んでいると断りにくくなるな。風呂場行ってみよう。うへぇ。石タイルの風呂場だ。冬場は冷え込みそうだ。じいちゃん家がタイルだった。わ、なんかちょっと窓もちょっと汚いもんね。水垢あれ。うわ、小さい銭湯みたい。この家のどこを見て回っても子供が喜んでいるのが救いだな。子供が喜んでる。この顔からしてさ、やっぱり子供が化けてんのかな、すでに。
なんかどっかから、ね、寝てた子が後から出てくるのかな。え、パパ、風呂の中から声がするよ。何かいる。子供が風呂場の中に入ったその時だった。よう来た、よう来た。この暗い水の底からとか思い出しちゃった。あれ？よう来た、よう来た。赤子を待っておったんだ。赤子？奥さんが危ないんじゃない？奥さん危ないね、これ。首があるじゃろう。お前のところの赤子は、わしの首の一つとして生まれる。え？え？母はもろうたぞ。なんだ？なになになに。パパ、どうしたの？この家を買うのはダメだ。とても、とてもとてもおかしい。お母さんのところに戻るぞ。誰もいない。ママいない。トイレ？水は止まっているはず。不動産屋は何をしてるんだ。携帯電話を見ると電話をした時間とさほど変わらない時間が表示されている。え？時間の進みが遅いのかな。警察や救急にも電話をした方がいいだろうか。そうだよそうだよ。110番のダイヤルをしようとして気がつく。電話の電波のマークが圏外になっている。ですよね。よくあるパターンだ。そんな。パパ？日が暮れてきている。時計は進んでいない。最初さ、だって朝10時って言ってたのにさ、時間の進みがおかしいよこれ。そうだ、窓から出れば。窓は鍵を外しても立て付けが悪いのか開かなかった。くそ、ママを探そう。ああ、さすがに子供も不安になってきたようだ。今のところは玄関にまた行ってみる。風呂場に、黒い女がいる。この家に泊まるのだな。違う、帰る。ここから出してくれ。私にはできない。お前たちがこの家の持ち主だな。え、終わり？風呂場で連れて行かれたんだから風呂場に。風呂場に行くか。誰もいない。ママ。じゃあもう一回2階の部屋かな。クリックで。お、あ、できなくなってる。ここか。襖だ。開けてみよう。あ、タヌキがいた。何かある。写真？写真か。家族写真が写っているようだ。この家は、私は化かされていた。私はタヌキを増やさねばならない。この家に帰ってくるのはタヌキ。ん？縦読みとかでもないよね。よくあるのはさ、タを抜いてとかあるけど、タがないよね。タヌキっていうのだって。全然話が通じないね、これ。裏側に何か書かれている。家族写真？あ、これ。これ絶対タを抜くやつじゃん。ってことは、タを抜くんだ。我らの一族は、山を切り崩されたんだ。崩された。住むところがなくなって住むところがなくなり、縄張り争い一族は人に化けて人間のように出ていったみたいな。我々の一族は山を切り崩され縄張り争いをし、縄張りを荒らされ一族は人に化けて人間に化けて人間のように出ていった。平成たぬき合戦ポンポコみたいになってるってことだよね。あ、奥さんじゃんこれ。帰ってくるのはたぬきだから奥さんが帰ってきたってこと。奥さんタヌキだったの。だから子供の目がさ、やべえことになってんじゃないの。タヌキっぽいんだ。タヌキとさ、人間のハーフなんでは。
ここに戻れば元の姿に戻れる。我らの一族は我らを食し身に宿し続ける。壺に食べられた、あれもこれも食べられた。一族は増えるために人に化けて出て行った。ここに戻ってくると食べられるぞ、奪われるぞ。あの壺の中に写真はもうない、文字だけが書かれている。狸狩りをする壺がいるってこと？なんだこれは。どういう意味のことが書いてあるの？風呂場は行ったからもっと台所行ってみるか。誰もいない。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。やあ、もうどま。あ、紙がなくなってる。玄関、女の人に聞いてみよう。同じ会話だね。うん、はい、黒い女の人の選択肢が出てきましたね。この家の持ち主は誰って聞かれてる。水亀、妻、タヌキ。どういうことだろう。ここに戻ってくると食べられる、食べるのが水亀の中のさ、なんか変なやつだろう。黒いやつじゃない。でも持ち主はタヌキなのかな。でもなんか写真は奥さんっぽかったもんね。うん、妻かな。妻にしてみようか。あ、そうだ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 、思い出した。この家の持ち主は、私が思い出したかったのはタヌキだ。子孫を増やしに来たタヌキ。私もそうだった。でもみんな食べられた。水亀は私に玄関を塞がせていた。タヌキの嫁、タヌキの子、タヌキの子孫。思い出した。やっぱりタヌキと人間のハーフなんだ。タヌキキッズなんだ。タヌキキッズだ。僕たちのお母さん、おばあちゃん、ひいおばあちゃん。ん？少年は走り去った。おい、レンジ。あら、タヌキの置物がある。一つは腹が大きい、もう一つは全体が小さい。これ奥様と子供か。レンジ、よう来た、よう来た。また来た、水亀が。ここにおるのは家族じゃぞ。家族？妻と子は、お前の妻と子は人に化けた一族のもの。この頃一族だけだと繁殖が難しくてな。子が増えたから元に戻っただけじゃ。何を言って、お前はどうするかな。一人で帰るか、家族になるか、どちらかな。うわー、これは家族に会いたいよね、やっぱりね。家族に会いたいって言ったら食べられちゃうんじゃない、お父さんも。そっか、帰って再婚した方がいいよ。でもさ、やっぱりね、自分の家族だしさ、家族に会いたい気がするけどな。じゃあティアンの言う通り帰ります。私は月に帰ります。なに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 、すみません、竹下さん大丈夫ですか。スーツを着た男性に声をかけられた。気がつくとタヌキの置物の前に立っている。自分と声をかけてきた男性以外誰もいない。ここはあの家の前だ。すみません、お電話いただいた竹下様ですか。滝不動産のものです。滝不動産。意識がはっきりしてきた。電話をした不動産屋が迎えに来たのだ。竹下だ、妻と子は。いえ、竹下さん以外は誰も。そんな。慌てて家の玄関を開ける。おーい、竹下様。不動産の男も続く。家の中を見回すが誰もいない。2階の押し入れを開けた。
何もない。誰もいない。玄関の鍵は開いていたようですね。不動産屋の男が困ったように言う。妻と子は？不動産屋の車に乗り町へ帰った。不動産屋からは謝罪を受け自宅へ戻る。妻と子はいない。警察に行き行方不明届を出そうと思う。警察署で事情を話す。そして妻と子の住民票がないことがわかる。僕は結婚していなかった。つまりじゃあ私が出しとくわ婚姻届って言って出してなかったんだっていうパターンかもね。うわーかわいそう。でも帰ったらそうなるわな。でも結婚の補助金とかじゃあ受け取ってたら不正受給じゃん。その会社でさなんか控除っていうかなんかあるじゃん。あれもらってたら不正ってこと？そんな現実的な話。家族が増えたから一軒家に住みたいと妻が言った。あの物件を見つけてきたのは妻だった。僕は長い間化かされていたのだろうか。かわいそう。なんか切なくなるね本当に。その奥さんの愛情が本当だったか違ったのかがこれだと分かんないね。そのちょっとやそっとの長さじゃないじゃないやっぱり。まあ下の子がこれ10歳ぐらいだもんね多分、うん、7歳から10歳ってとこだしね。相当長い間さ化かされてたんだからそりゃショックも大きいわな。お父さんの子ではあるんでしょ。だったらショックだよね。でもなんとなくさその子供の目で分かったよね。人間の目をしてなかったよね。はい、またタイトル画面に戻ってきましたね。選択肢からまたやっていきましょう。また選択肢に戻ってきました。帰りたいを選んだら化かされてたってことだったから、まあ、食べられるのを覚悟で家族に会いたいにしてみよう。家族に会いたい。ふふふ、選んだな。選んだな。体が縮んだような気がする。選んでしまったのですね。タヌキになっちゃったの？置物になったんだろうね多分。子はもう私から生まれる以上仕方がないのですが、あなたまで選んでしまった。どういうことだ？タヌキが増え集まった時、その入れ物は私たちを食べるようになったのです。タヌキがいなくなれば増えるのを待つと。水がめの中には私の家族がずっとずっと。うわ、何何何、家族と生きる、仲間に入る、どっちを選ぼうか。奥さんは家族を増やして餌を連れてくる役目をさせられてるってこと？仲間に入ると家族と生きるは違うの？違うんじゃない。どう違うんだろう、どういうこと？仲間に入るを選ぶと捕食する方ってこと？ちょっと分かんないな。家族と生きてみようか。うん。なんかいた、なんかいた、なんかいた。ミミックみたいな。なになになに。さあ入れ、さあ入れ。怖っ。入って家族に、入って家族になるがええ。文福茶釜的な。怖いんだよ。お札どっかクリックするの？クリックするのかな。でもクリックするとこないよ。なになになに。他のタヌキじゃない。うわ、選べた選べた今。入らぬだと。竹下様いらっしゃいますか。不動産屋からやってきた男が玄関を開ける。ガラリと玄関を開くとタヌキの親子が3匹走り去った。わ、何、タヌキ、動物が家の中に。不審に思った不動産屋の男は家の中を捜索する。特に変わったところはない。タヌキの足跡も糞もなさそうだ。どこかに穴でも開いているのだろうか。今度調べないと。しかし電話をくれたというお客さんは見当たらないな。口押しや。まさかあの男タヌキを受け入れ家族を連れて逃げるとは。口押しや。家を一通り調べた不動産屋の男は一人で車に乗り仕事場へ帰った。後日竹下の職場の人間が彼の自宅へ向かう。竹下の無断欠勤が続いていたのだ。親戚に連絡をするも誰も行方を知らないという。竹下の行方は分からず行方不明届が出されることになった。どこかの家であの家族は暮らし続けているのだろう。
はい、タイトル画面に戻ってきました。なんか調査モードっていうのが出てるみたいですね。エンディングが3つあるみたいなんだけど、まあそっちも見てみるか。はい、また選択肢に戻ってきました。ここは仲間に入るだね。さっきは拒否ったけど、拒否った。仲間に入る。うわ、あ、入ったってこと？狸が入ってる。今度はどこを調べる？どっかクリック？クリックすると、あ、できた。竹下様、いらっしゃいますか？不動産屋からやってきた男が玄関を開ける。誰もいないな。男は建物の中に入り見回す。何もないな。男は部屋の中を調べる。お客さんを案内した記録もないし、男は玄関に向かう。事務所に戻るか。車に戻るとき、すみません。女性に話しかけられた。はい。町に戻りたいのですが、こんな場所ではタクシーが捕まらなくて。町まで乗せてくださりませんか？え、ああ、それはお困りですね。いいですよ。後日、竹下の職場の人間が竹下の自宅へ向かうことになる。無断欠勤が続いていたのだ。親戚に連絡をするも、誰も行方を知らないという。竹下の行方は分からず、行方不明届が出されることになった。あ、一緒か。でもさっきの女の人は何だったんだろう。え、タヌキじゃない。またさ、仲間をその町に出て、あるいはこの不動産の男の人を引っ掛けて仲間を増やして戻ってくるんじゃない。そういうことか。これはこれで別のタヌキなんだよ。またどんどん続いていくんだ。これで次のターゲットを探して仲間を増やすために、そうそう、メスタヌキが罠を仕掛けていってるんだろうね、これね。はい、またタイトル画面に戻ってきましたね。実はですね、このゲーム調査モードっていうのがあるみたいなので、この続きはまた皆さんの目で確かめてみてください。結構長いの？ちょっと長いみたいだよ、これ。調査って何を調査するんだろう、なんかこれをさらに事件として深掘りしていくみたいな内容って書いてあったので。あ、じゃあ刑事さんか誰かになってこの家に入る話なのかな。なんかそんなような感じ。へー、どうなんだろう。この男の人にとってはタヌキと一緒でも家族と暮らすのと人間としてね、人間の生活に戻るのどっちが良かったのかな。私は3つのエンディング見た中ではやっぱりタヌキとして、あの変な化け物がさーってさ、逃げるのが一番ベストエンディングだったと思う。そうだね、案外楽しいかもよ。だってさ、もう働かなくてもいいんだから、まあね、働かないで自由にさ、ある意味生きていけるんだから。でもまあそうね、虫食えるかって言われたら食えないな俺は。奥さんが人間化けられるんだからさ、なんか調達してくるかもしれない。あ、そうか、でも人間に化けられるかもしれないよね。そうそうそう、だから人間に化ける能力をキッズと奥さんが持ってるんだから結構快適かもね、実はさ、ね、教えてもらってさ、化ける技術を。そうそうそう、竹下さんも人間としてまた暮らせるかもしれない。そっちがいいね。やっぱり家族と別れるのはかわいそうだよ。これはやっぱりタヌキになるのがベストエンディングだと思います。皆さんはどう思いましたか。ということで今日はこの辺ぐらいまでかな。ティアンはタヌキもいいけど、できるんだったらなんかペットショップの猫になりたい。あ、っていうか猫じゃん俺ら。そうよあ、そうそうそう、そうっすね。ちょっと設定忘れがちですね。ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今日の動画はここまで。チャンネル登録や高評価してくれたら嬉しいな。 Twitter もやってるからフォローしてね。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。